それでは青木美香子さんの登場です。この歌は作詞家としてもね、歌ってください。どうですか、今まずはお礼を言いましょう。今日は本当にお忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴に歌わせていただくのを楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。はい、それではお願いいたします。心のふるさと南大江、時を刻んだ